おはようございいいまます。鷹雲です。す。野でコメント返しをしをたいと思います2022年の6月にアップした動画にいただいたコメントなんですが、えー、ジャズミュージシャンの時系列がいまいちわからないですというタイトルの動画にいただいたコメントなんですけれどもね、えー、今回紹介したいコメントはですね、トミー・ジョビンさんからのコメントですね。えー、大倉さん、えー、横丁の隠居の戯言ごとして聞いてください。 時系列、大倉さんというのは多分あの質問をされた方なのかなあ。じゃあちょっと大倉さんのコメントから読んでいきましょうかね。大倉淳さんからのコメント。えー、コメント返しどうありがとうございます。高野顧さんの動画でビルエヴァンスが好きになったのでビルエヴァンスを掘り下げて調べたらマイルス・デビスやキャノンボールあだれが出てきたので時系列が気にして点々。 まあ、時系列が気になってということなんでしょうね。えー、高野久野さんの紹介してもらった本を買ってみます。ありがとうございます。と。<laughs> いつか楽器もやってみたいです。今後も高野久野さんの動画楽しみにしています。頑張ってください。というコメントですね。まあ、時系列、ビル・エヴァンスが好きになって、ビル・エヴァンスから派生して、マイルス、キャノンボールという名前を知るようになって、そしたら時系列が気になったというですね、えー、コメント。 ででしたねでそれに対してそれを受けて富ミー・ジさんが大倉さん、えー、横丁の隠居の戯言ごとして聞いてください時系列ということで録音年度別にタイムラインを作っていくことをお勧めします確保録音年と発売年は異なるので注意してください、まあ、確かにねあの録音してから10年後とか20年後に発掘されて発表されたってアルバムあったりもしますからねで、えー、パソコンのワープロで1945年から年度ごとに聞いた おわき期待アルバムを入力してマップを作ればいいのです。以下、私なりに作成しました。1941年から47年、ハテナハテナ。アフターアワーズ、マナー、モ、えー、ナー、え、なんだこれ、えっ、ー、と、ハーレム・ミントンズ、ああ、<laughs> あれか、<laughs> チャーリー・クリスチャンか。<laughs> あの、アフターアワーズねミン、マナーズ・ハーレム・ミントン というタイトルだったったけかな、まあ、私はもう砲台のミントンハウスのチャーリー・クリスチャンで覚えてますけど、まあ、1941年から47年がチャーリー・クリスチャン。で、1945年、ビバップの誕生。1944年から49年がダイヤルサボイレコーズ、チャーリー・パーカー。で、1949年、バース・オブ・ザ・クール。まあ、クールの誕生ですね。マイルス・デイビス。で、サブ・コンシャス・リー・コ・ニッツ。1949年ですね。で、クール・ジャズ・ニット、矢印。で、1951年、ディグ。マイルス・デイビス。 バップの先駆けハードバップの先駆け、1951年、ディグですねで。LP レコードによる収録時間の拡大、3分から片面25分にと。で1954年、ハードバップの誕生、ライブアット・バードランド、バードランドによるです、ね、アートブレーキ、ウィズ・クリフォード・ブラウンと。で1956年、モダンジャズの転換点、クリフォード・ブラウンの九、まあ、1956年はよく言われてますよね、モダンジャズの転換点、まずブラウンの死だったりとか、名盤がもうぞろぞろと大量に吹き込まれた年でもあるわけですけれども、 マイルスのマラソンセッション、まあ、ING ですね、まあ、クッキング、リラクシング、スティーミング、あとはワーキングですね。えー、で,で、ソニー・ドリンズのサキソフォン・クロスタスも録音されて、ビル・エヴァンス、セシル・テイラーの登場、かっこ倍高の千も1956年のジャズ、私のあれ動画から引用してくださってますね、ありがとうございます。で、ジャズ・メッセンジャーズ誕生、リー・モーガン登場、で、ステレオ録音で、直立エンジンも吹き込まれてますね。あとはですね、これに補足するとしたら、 セロニアスモンクのブリディアントコーナーズも確か1956年だったと思うんですね。1956年はいろいろな出来事が起きた年であるとで。1957年がモンクスミュージック、ブリあブリディアントコーナーズは1957年でしたか。はい、失礼いたしました。1957年、モンクスミュージック、ブリディアントコーナーズ、セロ,セロニアスモンクが吹き込まれたと。で1958年、モーニング。 えー、サンジェルマンのアートブレイキジャズ・メッセンジャーズが吹き込まれたと。で1959年、カインド・ブ・ブルー、マイルス・デイビス、モードの採用。あとはジャイアント・ステップス、ジョン・コルトレーン、1959年。で、The Shape of Jazz to Come。これ、オーネット・コールマンですね。と、フリー・ジャズ。これもオーネット・コールマンが録音されたと。で 1960, 1960年ですね。モダン・ジャズの転換拡張。ジャズの大衆化、国際化、ファンキー、ジャズ・ロック、パリ公演。 で1967年、コルトレーンの詩、矢印、ジャズは死んだはてなってで。1969年、インナ・ーサイレント・ウェイ、ビッチス・ブリュー、マイレス・デイビストと。1971年、ウェザー・リポート、リターン・トゥ・フォーエバー、ピアノ・インプロビゼーション・ボリューム・ワン・ツー、これ、チック・コリアですね、ECM と。ソロ・ピアノ・デュオの流行、ECM レコード。1973年、 えー、ヘッドハンターズ、ハービー・ハンコック。で、1976年から81年、帝王マイルスのいない時代。で、1976年が VSOP クインテット、フュージョン、ポップ、ジャズの交流。で、1 9 8 1年、ウィントン・マルサリスの登場。まあ、80年、ウィントン・マルサリスが登場しましたと。で、1982年、CD、カッコ、コンパクトディスク発売。LP、片えー、両面50分から CD80 分に。2000年代、 インンターーネットトに音楽配配信信やストリーミング配信が増加でおすすめ書籍1あなたの聴き方を変えるジャズ誌村井浩司新興ミュージック私は50年前にユイショウイチやヨアヒム・ベーレントの著作を読みましたが現時点では高野さんおすすめの本書がおすすめですと私もこれ大おすすめの本ですねもう今ジャズ聴くんであればあなたの聴き方を変えるジャズ誌から入るのが良いんじゃないかと思います 昔はね確かにねああのまあ、ちょっとヨアヒム・ベーレンと私読んでないんですけれどもあの 由井翔一さんの著作がやっぱりジャズの入門にはとても良いと思っているんですけどいかんせんもう古くなっちゃってるんですよねビッチェズブリューとちょっとフュージョンまあせいぜい80年代ぐらいまでのジャズで,でその80年から今さらにもう40年以上経っちゃっているのでやっぱりあの2000年21世紀からの視点でジャズの歴史書かれた本の方が良いんじゃないかと思いますで次アメリカ、えー 初めてのアメリカ音楽史、里中哲彦、J.M. バータマンえ、ブルース、ジャズ、ロック、R&B、ソウル、ヒップホップなどの成り立ちが対談形式で語られている、チクマ新書あ、これ私読んだことないですね、初めての音楽史、里中哲彦、まあ、これがおすすめとのことですで。3、100年を100枚で遡るジャズの歴史、中山康樹、講談社、アルファ新書、 CD ガイドとしても役に立つ。これも私持ってるんだけど読んだ記憶ないんだよね。でも読んでるんですよね。でも中身全く記憶ありませんね。失礼しました。でも,もう、まあ、100枚でね、まあ、100枚なんてね、うわ多いなって思うかもしれませんけども、なんか気がつくとあの200枚になってるんで、まあ気が、<laughs> 結構ね <laughs>、1年足らずで結構聞けちゃう枚数だと思いますよ。まあ、こういうのをガイドに、これを自分の書くとして持って、 まあ、幹として木で言えば幹として持った上でそこから枝をとか葉っぱを増やしていくというような聞き方もありかもしれませんね。で私の場合の100枚はですねまあ、全て聞いたわけじゃないし入手困難,番も困難の晩もあったりもしたので全部聞いているわけじゃないんですけどやっぱりあのジャズ喫茶イーグルマスターの後藤正宏さん著のジャズ・オブ・パラダイスの100枚聞くまで好き嫌いを言うなを読んでそうだよななんて思ってですねそこに掲げられている101名のミュージシャンのアルバムは聴くようにしましたね。 であのそれぞれ1名のミュージシャンにつき3枚のアルバムが紹介されているんですけど残念ながらつまり計303枚ですね全部は聞いていませんやっぱりねなかなかレコードでしか出ていないものだったりとかなかなか入手困難版のものもあったりとかもしてですねまあジャズ喫茶でねかけてもらったりその感じ そのイーグルで聴かせてもらったりとかはしているものはあるんですけれども残念ながら全部はちょっとコンプリートはしていないんですけれどもただ、まあ、100枚と言わずです、ねまあ、何人か10人だとちょっと少ないかもしれませんけど20人30人と聴いているうちになんとなくですね自分の中のジャズ見取り図みたいなのが出来上がっていくと思うんですねでそこに補足追加として、まあ、少しずつあーなんか聞いたことないミュージシャンだしなんか見たこともないミュージシャンだしあんまり触手の湧かないミュージシャンだけど、まあ、聞いてみるか なんててて思って聞いてみると意外と良かったりとか意外と A というミュージシャンと C というミュージシャンをつなぐなんか媒介となるサウンドだったりとかもしてなんか A、B、C がつながったぞーっていう喜びがあったりとかもしたりでですね、まあ、最初はねあの人から勧められたものを素直に聞いてみるのもいいかもしれません、まあ、人からというより本からの方がいいかもしれませんねほら人って思いつきで言ったりとかもほらまさにこの動画もそうですが思いつきで喋ってるだけなんでね思いつきだけで喋っている言葉よりもきちんと 遂行を重ねて読み直しが重ねられて <laughs> でちゃんと編集でちゃんとあの構成が練られたものをつまりイコール本ですよねで本できちんと一つの作品として雑誌としてあ雑誌じゃないあの書籍として形としてねなあのまとめられたものの方がバランス良いと思うのでちゃんとバランス構成が考えられたものの中での、まあ、30枚なり50枚なり100枚なり何枚か分かりませんけれどもそういう。 雑誌とかムックとかではなくてねスイングジャーナル別冊だったりとかそういうんじゃなくてうんやっぱりなんか一人の著者の視点で切り取った構成されたものつまりこの 100, 枚100年を100枚にで遡るジャズの歴史っていうのは中山さんの視点ではあるんですけれどもまずはその中山さんの視点にのっとって100枚選ばれたものだったりとか、まあ、あるいはあの後藤正弘さんのジャズ・パライスのね100人の視点 をあの見てみる一旦はちょっと自分の好みとかを度外視して我慢して一応あの聞いてみる読んでみる。 をすするるとまあ、一応は俯瞰でできるわけですよねちゃんと構成されているのでねまあ、もちろんその中であのちょっと苦手だなというのいっぱい出てくるとは思うんですが一旦我慢してあこういうのもあるのねってこういうのがあるからこそ私の好きなものが光るのねっていうねあの虫とかハエがブン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 いてあとゴキブリがいてブンブンいて嫌なんだなという気持ちは変えられませんけどこういう人たちでこういう虫たちがいるからこそあの農作物とかいろいろ自然が循環して動物が生きていてあの 地球の生命はうまく循環ししてててバランス取って機能してるんだ,な嫌いだからという全滅してしまうとあの中国の毛沢東がスズメやっつけろと言ったがためにあの害虫が大量発生してしまって逆に中国はスズメを輸入しなければいけなかったというような,です、ね、なんか嫌いなものを排除するというよりは嫌いなものを一旦は存在を認めつつもです、ね、いるからこそあの自分の身の回りのものがうまく精妙なバランスを取りながら 取,取っているのだーっていうぐらいのねおおらかな気持ちでですねあの一旦は聞いてみるのも。 いいのかもしれませんひょっとしたらあの世界が開けていくのかもしれません。だからといって別にあのゴキブリが好きになれと言われたから無理して好きになるという必要も全くはないと思うんですが一旦は好き嫌い以前に認めるとそういう存在があるということそして出ているで認められている紹介されているということは何がしかしらのやっぱり存在理由があるというか認められていると認めている人もいるという事実をただ あの、自分の中で受け入れればいいと思うので、それに対して別に、あの、嫌だったら評価下す必要ないし、嫌いだ嫌いだーって書き散らかす必要も全くないと思うし、大人げないのでねだ。まあ、自分の中でしまっとけばいいと思うと、私は思っていますけれどもね。だから、なので、まあ。 えー、こういう100年を100枚で綴るみたいなね、たどるとあちょっと強引かもしれませんし、あの、当てはまらないものもあるものを無理やりその関連みたいなもので引っ張り出して、あの、その中の素のに乗っけている可能性もあったりもするかもしれませんけれども、まあ、ちょっと我慢してですね <laughs>、あの、あの、ほら、見取り図を作りたい、あの俯瞰したい、で時系列知りたいという欲求があるのであれば、まあ、こういうのをね、こう100年、 100枚でたどるっていう遡るっていうのは、まあ、一つ切り口として、手法の、ね、切り口として、一つはありなんじゃないかなと私は思います。で、えー、戻りますけれども、最後に高野さん、皆さんに <laughs>、ごめんなさい、ジャズの勉強、鑑賞で参考になった書籍の情報交換の会を設けていただくようにお願いいたしますというコメントでございました、えー。非常にためになるコメントでございましたけれども、富澄民さんどうもありがとうございました。で、私はこのように返信してますね。おお、いろいろ詳しくありがとうございます。 で皆さんにジャズの勉強、鑑賞で参考になった書籍の情報交換の会を設けていただくようにお願いしますと、で,でこれ面白そうですねと私は返信してますね。で、合点承知の助スケと、合点承知の助スケと返事をしておきつつ、忘れていてですね、2022年の6月ぐらいに、 ガッテン承知の助と言って、それから1年10ヶ月後ぐらいの今日、1年11ヶ月が約2年ぐらい、<laughs> 2年弱後の現在ですね、あの2024年の5月21日ごろに <laughs> あのお願いされたことを、ちょっとね、動画を今作っている次第でございますけど、大変遅くなって申し訳ございませんでございます。ということでですね、コメント欄に、あの 皆さんのですね、えー、ジャズの勉強、鑑賞で参考になった書籍などがあればですねあの、書いていただければと思います。なければ書く必要ないですからね、なんなもんねえよなんてことをわざわざ書く必要はないと思いますしね。あの 書,書籍を読むな、心で感性で聞けみたいなねあの、趣旨とは全く異なるような主張も、まあ、別にいらんので別に書く必要ないし別に書きたいことなきゃ無理して書く必要ないと思うのでね。あの なんていうか、書きたいことというか、まあ、書籍を書いてくださいと言えば、書籍を素直に書けばいいだけの話なのでね、はい、それだけです。あの、そういうね、回、コメント欄、まあ別にそれ以外のこと別に書いてもいいんですけども、まあ、いろいろ、あの、リクエストがありましたね。あの、ジャズの勉強、鑑賞で参考になった書籍の情報交換の会を設けていただくようにお願いしますと。<laughs> まあ、情報交換ということでねあの、書いていただければと思います。まあ、私も、まあ、いろいろ読んでは来たつもりですけど、まだまだ盲点 ああ、これそういえば読んでなかったわーって本いっぱいあったりもするのでね、まあ、全部読もうとは全然思いませんけれどもでも人それぞれ自分の軸となる本核、まあ、となるような本ってちょっと微妙に違ってくると思うので,で最初に読んだ本で随分とその人の進む道というか好みの色が分かれてしまうような気もしたりもするのでまあ違うかもしれないんでそういうのも確認したいなという意図もあったりもしますのでね、まあえー、もし えー、参考にした書籍とかあればコメント欄に書き込んでいただければと思います。でちなみに私の場合はやっぱジャズ・オブ・パラダイス後藤正一さんですね。あと結衣正一さんの新潮文庫のジャズの名盤とか紹介されてる本ですかね。この2つがすごい核となりましたね。自分の中ではね。まあ、他にあげればもうたくさんあるんですけども、やっぱこの2枚ですかね。あ、2枚じゃないや、<laughs> 2冊ですかね。 がすごい書くと自分の中の中心にはなってそれを読み漁りながらですね何度も読みながら少しずつ聞く枚数を増やしていったような気がします、うん、で格論で言えばまあ中目明さんのマイルスを聞けでもマイルスばっかりだったりとかねそういうのはあるんですけれどもねまあそういう感じかなあとは やっぱりその次に出た後藤さんの次の本講談社現代新書から出たジャズの命名版なんかも参考にしましたねまあジャズ・パラダイスのダウンサイズ版みたいな感じで私は読みましたのでジャズ・パラダイスよりもう少し分かりやすい初心者向けの内容にはなって いいるかなと思いましたあの取り上げているミュージシャンの数も絞られていますしね、こちらの方が、まあ、最初の入門にはいいのかななんて思いましたけど、もっともっとその後、後藤さん、分かりやすい本とか、もっと親しみやすい語り口の本もいっぱい出しているので、まあ、割と新しめの方がいいのかななんて思ってはいますけども、割と最近の新しめのやつは私は本当に超入門者向けの、あの小学館から出ているムック本とかまではちょっと手伸ばしていないんですよね。 それとまだあの未読ではあるし未チェックではあるんですけどもなんかジャズの歴史か,なんかジャズ入門の漫画が最近発売されていてそれの監修もされているみたいなんですねだからそういう漫画から入るのもいいかもしれませんけれどもね、まあ、そういろいろとあの入門の間口は広いと思いますのでも、ねまあ、どこから入るってもいいと思うし、まあ、どこから学ぶのもいいかなとも思います。 まあ、ということで、皆さんはどのような本を読んできたでしょうか、参考にしたでしょうか。ということで、また別な動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。